って言ったらお前も来るんだよ。またこんな面倒なことに巻き込まれるの。巻き込まれるって時江さん、お仕事じゃないか。お仕事始めようじゃないの。何を思って見てる、ちゃんいち。グラサン外さなくてよかったんじゃねえかな。炎の色が見えねえだろうか。この朝打ちが君に触れた瞬間に俺の中のホローみたいだ。さっきの朝打ちにはこの残機出すきっかけになってもらった。数多くの死神のコンパクを重ねて作られている。それはくしくもうちの朝打ちたちの成り立ちと同じだ。待ってくれよ。それじゃあ残月のおっさんは。残月と別れを告げることになるって。今まで君の魂の内側で、ちゃんいち、君はその男を知っている。ソウルソサエティを蹂躙する敵とし、千年前のユーハ・バッハだ。あそこに呼び寄せられたような気がしたんだ。どうしてあいつを一番重要な敵だと思ったのか。初めてあいつを見た時に。残月！残月ではない。私はお前の中のクインシーの力の根源。今までのあんたの言葉は嘘だったのか。だが言葉にも嘘はない。私がお前に残白刀の扱い方を教えるとき、お前が本当の命の危機に瀕したとき、私はお前を死神にさせたくはなかった。お前を危険から、戦いから遠ざけたいと願うこと、いやおうなしに戦いに巻き込まれる。そしていずれ必ず私自身の手でお前を死神にしてはならぬ。死神となれば殺さねばならん。だがお前は死神への道を歩んでいる。自らの意志で歩んでいる。やがて私の心はお前を死神から遠ざけるより身を引けることに喜びさえ感じている。お前の成長をと傍らで見守ることができた。待ってくれ残月。俺はまだ。お前はもうお前自身の力で戦っていいのだ。これがお前の真の残白刀。あんたはクインシーの影を使って俺を助けてくれた。あんたはクインシーの力を貸して弱かった俺を勝たせてくれた。あんたもあいつも完成だってな。てめえの残白刀だ。やっていけそう。ようやく体が温まってきたぜ。